はい、どうも、哲学とです。今回はですね、まあ、一月近く、新クラス、ブラッドナイトで遊んできたんですけども、まあ、ちょっとね、いろいろと、記録挑戦なんかも、やりたいなということで、またね、クラス変更の方を、使って、まあ、クラスの方を戻していきたいなと思います。クラスを戻して、これ、あれかな？はいはいはい、以前のクラス。ブラッドナイトの前が、ネクロマンサーだったかどうか心配なんだけど、大丈夫かな。お、なんかこの選択があだとならないといいんですけどね確かそうだったとは思うんですが、クラスを戻すを今使っちゃいましたけど、まあ初めてねこの機能も使うんで、そう、確か、ネクロマンサーを直前までやっていたような記憶がありますが、一月前なんで、どうでしょうね。お？あ、大丈夫ですね。以前のクラス、ネクロマンサーで、次へで。なんかクラス戻す機能を初めて使ったんですけど、なんか思ったより大丈夫かな。うわ、バグが多いのかこの機能。あ、大丈夫か、よかった。普段このクラス変更ボタンってそんなにバグらないんで、ちょっと今ハラハラっとしましたけど、大丈夫かな。まあ、ブラッドナイト以降のアップデートで一応ですね、まあ、以前は、まあ、一度クラス変更すると1週間はね、再度クラス変更できなかったんですけども、まあ、今回から恒久的に、1日ごとにアップデートが、1日空ければクラス変更できるようになったみたいなんで、まあ、クラス変更の方もね、まあ、気軽にやりながら、また新しいクラス、レジェンダリーの装備とか揃えていきたいなと思ってます。よいしょ。まあ、やっぱり楽ちんですよね。ただなんだろうな、なんでまあしょっちゅう私が、ネクロマンサーにクラスを戻しているかというとですね、コスメティックを受け取るときにですね、結局毎回その今、今現在のね、クラスをベースにしてしかね、こちらのレジェンダリーの方が、まあ選べないというね、非常にまずい仕様になってるので、まあ、そのせいで毎回毎回ね、こうやって、ネクロマンサーに戻して、ネクロマンサーでコスメティックをもらい、また、しばらくしてからネクロマンサーから他のクラスをやるっていうような感じになっちゃってるんで、なんかね、そこら辺のところが、まあ、今後アップデートで少しでも改善していくと、まあもっといいゲームになるなーっていうのが感じてますね。まあとはいえ、ディアブロイモータル、まあ本当にね、1年間でむちゃくちゃ、機能の方もアップデートされて良くなってきたんで、まああとはもうちょっと安定性と、あとまあ、かゆいところに手が届いていったら、まあむちゃくちゃ神ゲーになっていくかなっていうところと、あとはまあそうですね、最後の、ラストコンテンツっていうか、まあ、そこら辺の部分が、どれだけ追加できるかで結構変わってくるかなって感じがしますね。はいはい。で、継承ですね。コマンドスケルトン。ここもね、前回のあれが保持されてないのきついね。
あー違うのかな、元々の効果で引き継いじゃってるのかな。可能性はありますね。レースフォームじゃなくてボーンアーマーですね。でコープスランスと、これでだいたい自分の理想の構成に戻せましたかね。あ、大丈夫そうですね。なんでしょうね。まあそうですね、まあしばらくブラッドナイトのやり込みに時間を使ってたんで、まあ、またねフルスである、ネクロマンサーでしばらくプレイしながらね、まあヘルニーの移行とかね、そのあたりは、やっていこうかなっていう感じですね。で、おそらく、そうですね、装備品なんかは、大体、そうですね、同じような感じですかね。で、あと、パラゴンポイントとかも、基本的には振ってある状態なのかな。やたら移行してから重くなりましたけど大丈夫かな。はい、あ、大丈夫そうですね。なのでまあちょっとここから、レベル900を目指してやっていこうかなって感じですね。よいしょ。はい、クラス変更、完了。はい、またね、新しい、コンテンツの方も楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。